ようございます。今日は1月の14日、今日も品川プリンスシネマに来ています。今日はこれからロボGを見ようと思います。それでは行ってきます。この監督は一貫してコメディを撮り続けている監督で、その魅力の一つが安っぽさってところにあるわけなんですけれど、秘密の花園とかパルコフィクションでは人がわーって飛んじゃうシーンがもう人形であることバレバレなわーっていう、そういうのはあえて平気で見せることで笑わせるっていうやり方をする人ですけれど、今回はロボットに化けた人間の話ということで、これもまた安っぽさをコメディにしてしまう監督ならではのお話だなという感じなんですけれど、いい感じに抜けてるっていうところがいい。僕はハッピーフライトとか、あと裸足のピクニックってあんまり好きじゃない。前作ハッピーフライトは結構今までになくマジな話になっちゃったんで、マジ路線このまま行くのかなと思って、だからつまんなくなっちゃうなと思ったところで、こういう風にいい感じに抜けた作品が来る。矢口監督の作品ってやっぱり抜けた作品は面白いです。抜けてる作品っていうのは見てて安心するなっていう感じがあって、それではまたお会いします。